遊びチャンネルのコーチでございます。今日はね、今こちらに見えている、こちら、焚き火台ですね。新たな焚き火台を入手したので、ちょっと、これに火入れをしようかどうかちょっと悩んでるとこですね。これ高さ分かりますかね。すごくね、直火に近い焚き火台なんですよね。ただまあ、あまりにも最低地上高が低いので、多分ね、芝のサイトとかそういうところ、草とかね、木とかがあるところでは下の地面に、熱の影響っていうのはかなり、深刻な状態で出ると思います。シート引いても熱はね抜けるんで、使えるとこ限られてくるとは思うんですけども、まあうちの場合はね、自分が所有してるフィールドなんで、直火しようが、こういう焚き火台使おうが好き勝手できるんで、もうこれ実際焚き火台何個目なんでしょうね。今ここに見えている薪グリルソロで、その奥に見えている、これはラップカでしたかね。純一ダビッドソンさんも最近っていうかちょっと前から使ってますよね、これ。僕一番最初マック開けで購入してるんでね。であとはまあスノーピークの焚き火台であったり、ロダンであったり、いろんな焚き火台、相当持ってます。多分10個で効かないんじゃないかな、持ってるんですけども、今回は、新たにこちら、巻塚鉄工所さんが作っている、巻塚鉄工所さんとなんかね、関東の方で、焚き火カフェをやってはる方とのコラボらしいですね。焚き火ズームかなんかいうので、ちょっとね、開封動画今回は撮ってないんですけども、なんかサッシとかそういったの入ってました。で、足はこんな感じですね。4本取り外しできます。だからこれ3パーツからなってるんですけども、この火床っていうんですか、皿の部分と、この外の部分、何かを乗っけれる部分ですよね。で、足との3つのパーツで構成されてます。薪自体はうちは自分で作るんで、僕がまあ切って、これ用に今置いてある、まだちょっとね乾き浅いんですけども、そういった薪が使えるかなと思ってます。このようにね、普通の通常のキャンプ場で売っている薪ではちょっと、難しいんではなかろうかなと思います。うちだいたい20センチぐらいに切り揃えてるんで、まあこういう木やったらねいけますし、まあウッドクラフトをしてる、方、ウッドクラフトですね、してる方とかが使うには、まあ普通に落ちている木とかそういったのも使われると思うんで、全然問題はないとは思うんですけども、キャンプ場で売っている、まあ、市販の薪であればちょっと加工する必要があると思います。長さが飛び出てしまうんで、だから大体50ミリのペットボトル、500ミリのペットボトルぐらいの大きさですよね。それぐらいに揃えとけば全然いけると思います。